はい、こんばんは。スタジオリバーサイド横須賀ギタリストの竹下達です、本日のサウンドチェックこちら行ってみましょう、ズーム社提供ズーム G2Y の U K D シリーズに入りました D の2番ですね、 K ストーン、はい、こちらを、ギブソンレスポールスタジオで奏でてみたいと思います、はい、まず、ギターを手にしたらですね、スケール練習です。自分の手を守るためにスキル練習で手を温めましょう。はい、6弦の3フレットですね。はい、6弦の3フレットからゆっくりとドレアソラシドです、これは G なんでそうなんですが、これもドです、移動のドの、考え方ですね、どこでもドなんです。はい、はい、これではこれ中指に入れ替えます。これ最初は繋がんなくていいです。なぜこうするかというと、2オクターブ目に行くための準備なんですね。はい。ここで切ってしまって構わないです。はい、次に2オクターブに繋げてみましょう。こちらの方は合理的な音詞なんですね、例えばこう一般的にはこうだと思うんです、はい、この先2オクターブ目行こうと思ったら小指をスライドさせてとこう動かなければいけないわけですね、ところが、全く同じ上にして2オクターブ弾けるんですね。弾いて終わりではなくて、最後の音イコール、次の動きへの準備というふうに考える、常にそういうふうに考えていると、もたったり、最後の音で大事な音でミスったりね、そういうことがなくなります。はい、何事も終わりよければ全てを知らないんですが、終わりを良くするためには準備が必要なのであって、この終わりは次への準備です。スケール練習を指を温めるための、手のストレッチだと考えるならば、こちらの方が安全に、手を温めることができます。ギターを持っていきなりジャカジャカって弾いたりとか、ジャラバラって弾いたりすると、思わぬところでピキーってなったりするんで、必ずスケール練習。を、やってから、ギター弾くようにしてください。スポーツでもそうですよね。準備運動をしてから、何か競技を始めたりするじゃないですか。いきなりパッティング練習とか始めないですよね、それと同じでギターさんもやっぱりスケールでしょ。はい、と準備をしてから始めましょう。で、Em、D、C、D の循環コード、これをクソ真面目に、練習します。こんな意味があるのって思われるかもしれないですが、基本的にギターは、E の世界の楽器です。はい。はい、なので、まあ、シャープ1個ついた、譜面上だったシャープ1個ついた楽器なので、鳴らしやすいんですね。なので、Em、D、C、D、Em、D、C、D、これを真面目に練習します。はい。練習しとくといいことがあります。行ってみましょう。1、2、
ワン、ツー、スリかというと、これを練習してから YouTube でからかかってくる曲に合わせて弾いてみてください。意外とこのコード進行が多いです。はい。なのでこれを練習しておくというわけですね。はい、次に、実は E マイナー、D マイナー、ちょっと物がありますね。これランディ・ローズのミスター・クローリーなんですが、ランディはとてもクラシック、もともとクラシックギタリストなんで、ランディ・ローズは私と同じ。クラシックギターを愛してたんですね。なので、実はロックギターなんかどっちでもいいと思ってたんじゃないかなとも思うんですが、ところどころにクラシックのフレーズが出てくるんですね。彼はロックファンにクラシック音楽のね、素晴らしさを知ってほしかったんですね。そんなランディが残した名リフですね、ミスター・クローリー。これは、でパワーコード、ドコードにメロディーラインを入れます。発想を学ぶことですね。これ非常に重要です。いってみましょう。ワン、ツー、ワン、ツー、スリこの世の中にいろんな素敵なギターソロあるんですが、ご自身でね、例えば DTM などでボーカロイドを使ったりねして、その中にギターソロ入れる場合、まあ、意外とギターソロを入れてもその部分聞いてくれなかったりするんで、無難なものにしましょう。はい、大体ギタリストはギターソロ弾いても、ほとんどのファンはボーカルの方を見てるので、はい、そんなにギターを見合ってもしょうがないです。はい、というわけで、使いやすいギターソロとしてですね、ファイナルカウントダウンという楽曲のギターソロがあります。これが転調しても使えるんですね。なので学んでいくとよろしいかと思います。ゆっくり丁寧に弾きましょう。はい、下げても使えます。転調しても全く同じ音質で弾けるんですね。これ非常に重要なことで、これがオリジナルキーです。で、一音下げてみます。というね、全く同じ運指でどの調にも対応できるというようなね、曲によって調は変わりますし、歌う方によって調は変わるので、まあ、その大きくは変わらないですけどね、そのできる範囲の中で、例えば、半音下げる、一音下げる、
となっても全く同じ虫で弾けるというのはね、非常に便利なギターソロなので、これは開放弦など入ってしまうと運指が複雑になるんですが、ギターのいいところはね、水平移動で全く同じ動きで、調が変えられるというところが非常にギターのね、一つのそのオーケストラだね、一つの楽曲の中での役割としてね、基本的に伴奏楽器なので、はい、ギターソロもね、伴奏の一部ですから、あくまでボーカルがメインですからね、はい、ギター前に出てフンってやっても、あまりギタリストを見てくれることがないのが実技上です、はい。そんな私はですね、現在こちらにてるポイントです、横浜にございますシアミ塾横浜校で、エレキギターとアコースティックギターの、講師をさせていただいております、はい。シアミ塾そんなに広告打ってないんでね、ご存知ない方もいらっしゃるかもしれないですね、すごくいい学校なんですよ。私はいくつかのね学校で教えさせていただきましたが、まあどこもまあそんな変な学校で教えたことはないんですが、何でしょう、私はシアミュージック合ってるなと思います。自分がね、何でしょう、講師がそれぞれ何でしょう、特色があるんですよね。スペシャリストというか、そのジャンルのスペシャリストみたいなね。私はお聞きになって分かるようなつまらない機械的なギタリストですね。まあエレキギターに関してはね、はい、クラシックギターが本業なのでクラシックギターは心を込めて弾きますが、エレキギターは全く心がこもってません。はい、そういうギタリストもいれば、ね、ヒゲ先生とおっしゃるね、すごくブルースギター弾かれると思う、とかっと心に染みるわね、そういうギターを弾かれる方もいらっしゃいます。それぞれ、はい、得意分野がありますんで、私をご指名してくださっても結構ですし、他の講師もね、私もレッスンを聞いててね、ああいいギター弾くなとかね、ボーカルの先生のねレッスンを聞いてて、ああなんかこういうふうにね楽しく教えればいいのかって勉強になったりするんですね。それぞれの講師が教えるのがうまい。そしてレッスンが楽しいっていうのがね、シアミュージックの特徴でございます。はい、なんですかね、習ってお金払って習っててつまんないって最悪じゃないですか。シアミュージックは笑顔で帰れるのがね、特徴じゃないかなと思います。はい、というわけで、ぜひフリーダイヤルでお電話くださいませ。無料体験レッスンが45分間用意されているんですが、何も考えずに真っ白で来るよりは、自分が何をしたいのかね、どんなギタリストになりたいのか、どんなボーカリストになりたいのか、でその目標とかね、あと自分が使える時間もありますよね、1日に何分とか、1ヶ月に1回しかギターが弾けないとかね、それぞれの事情があると思うんです、そういったことを箇条書きにしておくと、受付の方にね、質問された時にスムーズに答えられて、スムーズにレッスンに入れる、無駄な時間を使わなくて済む、はい、と思います。はい。で緊張されると思うんですが、全然ご安心ください。いろんな方を経験してます。一言も喋らない方も経験してますんで、私コミュニケーション苦手とかね、どう喋るの苦手なんだけどなっていう方もね、ご安心ください。大丈夫なんで大丈夫なようになってるんで、はい、ご安心してください。というわけでギタリストの竹下達をお送りいたしました。 See you next time です。ぜひシェアミュージック横浜校でお会いいたしましょう。それではまた。